はいどうも、今回はこちら長谷川のスカイライン GTR32 ですねの1990マカオギアレースウィーナー、これをやっていきたいと思います。長谷川の32をついに手つけることになりました。どうなるかな。まあいろいろとね、見てて気になってるところはあるので、その辺とかちょっと少し修正しながらやっていこうかなというふうに思います。では見ていきましょう。箱ね、完成見本じゃないんですよね。実写のレースの時の写真だと思います。こういう分割なんですね。いや、問屋さんで中身見たりとかはしてましたよ。だけどちょっとな、何いろいろ思うところはあるけど言わずにおこう。もう出てからだいぶ経っちゃったキットなので、これがバンパーとかですね。まあニスモのバンパーになってて、これどうやってグリル塗るのよ。で、まあボンネットとかね、ギアスポイラーはね、今回この足の部分だけがね別になってるっていうね。他のメーカーの3人だとね、この足の部分はね全部ね、一体になってますけども、ここ長谷川のやつはこれは別になってますね。これはグループ A のパーツですね。ロールケージだとかインパネモ専用のやつだし、ステアリングは3種類ついてますね。まあそれぞれの仕様にするためってことだと思いますが、これもグループ A のパーツですね。他のメーカーにはないこのブレーキのね冷却用ダクトだと思いますけども、このパーツが別になってます。このパーツがついてるという感じですね。あとサイズ出しのマフラーがね2本別で成形されてるっていう感じ。これはノーマルと共通かな。こういう感じのね分割になってますけど、ここのペラをなぜ一体にしちゃったのかなっていう。なんで一体にしちゃった、ペラ車。だこういう分割がちょっと理解できないっていうのが多いですね。でこれもグループ A の一部のパーツですね。まあミラーとか、この辺はエアジャッキとかかな。これメッキパーツですね。ヘッドライトインナー、ルームミラーがね、ここね、こういう感じなんですね。だこれで、まあ、ミラー鏡面の部分をマスキングして塗ってねっていう最近あるやつですね。でもマフラー出口、そう、これこういう風なんだよ。こういう風にしてほしいんですよ。これまあこれは使わないですけど、今回ノーマルのねマフラー出口ですけど、こういう風にしてくれればいいのに。なんで、でも GTR エンブレムはアンダーゲートじゃない。これは今回まあメッキ落として塗りましょうか。あ、これか。だからこれ、こうするとさーって、なんでアンダーゲートを、ここをアンダーゲートじゃないのってところが多すぎる。テールランプのね分割もこれはあの長谷川独特というか、まあこれは塗り分けのしやすさっていうことも考えられてるやつだと思います。あのウインカーのね、他のメーカーのやつだと、タミヤのやつだとウインカー部分がもう、ボディにねもうモールドされてるし、富士見青島のやつに関してはここは一体成形ですけども、長谷川のやつはここは別っていう感じですね。タイヤはスリックタイヤですね。 TPE1 と TPE2 って書いてあるから、でも32って前後径一緒じゃないの。前後太さ違うのか。これデカールですね。これ赤絶対合わないよ。赤の指示になってるけど、え、リアスポイラーどうすんの。ちょっと待って、リアスポイラーどうぞ。リアスポイラー真ん中デカール貼って左右濡れか。うわー、色合うわけないじゃん。
まあこれですね、この真ん中のこれね。だから真ん中で、まあスポイラーの半分を赤で塗って、半分を緑で塗って、このデカールで隠してねってことだと思いますけど、というような感じですが、やっていきましょう。まあ、長谷川のね、3人の、組んでみた話とか、そういうのをいろいろ聞いたりとか、まあ、完成品見たりとかして思うこととしては、まあ、皆さん、なんか、車高の低さは気になっているようです。あと、キャンバーの角度とね。で、自分は、まあ、ミーハーなので、車高が低いのは全然問題ないんですけど、ちょっとキャンバーつきすぎじゃないっていうふうに思うので、キャンバーを起こします。これね、ブレーキの、取り付け面でかなり寝るような感じになるんですよね。なのでここを削ります。言うて気持ちでいいと思いますけどね。あんまり起こしすぎると、今度はそれはそれでレーシングカーなのにっていう風になっちゃうので、気持ち削りました。ほんの気持ちですよ。あんまりね、起こしすぎたらこれはダメだと思う。だから感覚的にはもうちょっと削りますか。このここの部分ですね、ここの部分とここの部分が面になるぐらいまで削ります。で、リアはどうしようかな。まあ削っていきましょうか。左右を見ながら、こっち削った方です。こっちが元。ちょっと丸まってますけど、多分これぐらいならちゃんと接着もしてくれるかなというふうに思います。今ちょっと左右を見比べてます。まあこんなもんじゃないかな。で、あとまあ組み立ての時にブレーキの部品をね、ちょっとね、あてがってみて、どうか干渉するとかそういうとこがあったら、また削ってやっていくような、そんな感じにしていきたいと思います。ですね、このニスモのこのサイドのね、ここ一回貼っつけたんですけど、まあ要はこの横のね、デカール貼ること考えたら貼っつけた方がいいかなっていうふうに思ったんですけど、これね、こうなるんすよ。いや、確かに実写こうなんだけど、実写のやつもこうなんだけど、これじゃあボディとシャーシが合体できないよねっていうことでまた剥がしました。いや、まあ確かに実写はこうなんだけど、プラモでやるのはちょっと違くないっていうところが結構、あとここがね、何なんだろう、このね、出っ張りというか、まあ成形のあれだと思うんですけど、ここ削ります。いや、ウィンドウパーツ取り付けるのには関係ないと思うんですよ。なんですけど、何か干渉しそうな気がするから削ります。またフラッシュサーフェスになってるっぽいんで削ります。あの、嫌な予感がする理由っていうのが、こっちゲートのところを削っただけです。トランクまだステサフ削りはしていません。これ塗ってからつけたら絶対塗膜かけるやんねっていう。でもこの
要はこれね合体させると1個段差があるでしょ、ここに見えますかね、ここに段差があるでしょ、一周ここが要はこうやって入るとモールドになるんですよね。この分削ってやればいいのかなっていうことを自分は長谷川のキットを組むときは思いながらやってます。それでも書けるときは書けるんですけど、ましては今回白だし、で思ったのがもうつけちゃって、でこの裏穴開けちゃって、で後でね9個をパチってはめれるようにした方がいいのかなとかってことも思ってはいるんです。でもそうすると白で塗った場合、まあ多分埋まっちゃうかな、このおっさん下手っぴだからすぐ厚塗りしちゃってってことも思ったりだとかそんなことを思いながらね、パチピタってこういうこと？どうなんでしょう。自分はそうだと思わないっす。あとね、今回キャンバーを起こすので、またフェンダーのね、爪、薄々削りもやりますけど、あとね、ここね、エアジャッキの切り欠きを開ける。で、ここは薄くはなってるんですよ。薄くはなってるんだけど、って思いながら削りました。そんな感じです。このギアスポのこれ真ん中じゃないんか、デカールですけど、まあちょっと塗装でやってみようと思うんです。で真ん中じゃないのか、どこが真ん中になるようにすればいいんだ。36mm で3等分だけど、この後ろ側がちょうど真ん中に来るように貼らなくてはいけないと、まあデカールだったらね、40mm、3等分、40mm、39で考えよう、39で考えて、13だから13、13、13、違う、この太さがあるからまた違うんだ、太さが1ミリぐらいってことは、真ん中で割って20でしょ、20の、6.5ミリ、14ミリのところに1ミリ幅のマスキングテープを貼ればよい。頭の中こんがらがってるからね、頭の中がこんがらがっていますが、14ミリのところに1ミリ幅のマスキングテープを貼る。で、これがくるりんぱしなきゃいけないんだね。くるりんぱして、これマスキングテープ浮きそうだな。くるりんぱして、で14mm のところ、素直にデカール貼った方がいいのかな。でも色合わないじゃん。
それはちょっと嫌じゃないですか。で、緑の方を先に塗る？後に塗ろうか。赤を先に塗ろう。マスキング漏れそうだな。多分これ中心ずれてんだろうな。測ってやったところでうまくいかないのがいつものパターン。デカール貼りを始めましたが、これね、この右側の方なんですけども、このニスモのね、このなんだっけ、サイドステップじゃなくてなんだっけ、スカートの名前忘れたけど、ここをデカールがつながってるんですよ。そのドアパネルからニスモのやつの上までね。なのでこういう風になるわけですよね。で、ここの上に貼らなきゃいけないんですけど、やめんテープ使います。ここはね、もう何て言ったらいいの、隠れるところなんですけど、まあマスキングテープとかで貼ろうとしてもちょっとねっていう、ちょっと難しいかなっていう風に思うので、固定するにしてもね、仮固定するにしても、両面テープで位置決めておいて、位置をポンポンポン、今回はちょっとお湯を使ってます。柔らかくしたいから決めました。まあ、ちょっと、くっつけるためにこのまま置いておきます。で、その間にね、別のところの話。トランクとボンネットなんですけど、めっちゃぴったりなんですよね。パッツパツなんですよ。きっとそのままの、普通に部品でね、こうやって合わせようとした時にね、もうパッツパツだったんですけど、それではちょっと、こうやってね、組み合わせようとした時、組めないですよね。塗装とか全部終わった後で、長谷川の90年代の車とかだとのキットだと、この横にね、こうペタッとくっつけた時に、このモールドのこの分割線と同じような感じになるように、幅はまあ1ミリもないぐらいの薄くねあるんですよ。で、本当はそれを生かしてペタッてくっつけて、で、おぉ、ぴったりっていう風にできたらいいんですけど、まあ塗装を塗ってたらね、うまくいかないわけですよ。なので、自分はそこのラインを1枚スーってこう、1枚というかそこのぴったりとね、出てる部分をそこ全部削り落とします。捨てサフ削りの時。そういう風にしてあげると、まあそれでもね、今は大丈夫ですけど、クリア拭いてから大丈夫かな。ちょっと不安だったりとかするんですけど、まあ自分はね、そんな感じにやってます。なんで今回のこの3人もね、そういう風にしてみました。よいしょ。まあその精度はね、それはそれですごいなと思うんですけど、じゃあいざそれで組もうかってなった時に、塗装することを考えたらね、薄く拭ける人は気にせずにそのモールドをきれいに生かしてあげてください。で、ちょっといい感じでくっついてくれたので、そしたらこの状態でデザインナイフね、これ新品の刃のやつですね、はい。で、これはもう完全に乾かそうとか、そういう風にしてやっていくと、いつも言ってますけど、まあ、中身はね、柔らかくさせるのは、ま、アクリル溶剤と一緒なので、で、まあ、いつも言ってますけど、アクリル溶剤もね、ラッカー塗料を溶かしちゃうので、早めに剥がしてあげた方がいいです。じゃないと、こう今、濡れてるでしょ。塗装が溶けちゃって、で、くっついちゃうんですよ。
で、それでじゃあはもうとりあえずくっついたね、外しましょう、ピリピリってやった時に塗装はね持ってかれちゃったりすることもあるので、まあ終わったら早めに剥がしたった方がいいと思います。このセンターのロックナットなんですけど、これをね塗りたいんですが、今回ね、まあ別体になってるので塗り分けはしやすくはなってますね。ちょっとゲート位置が気になるところではあるんですけど、でアルマイトっぽくしたいんですよ。で、クロサフの上にスーパークロムシルバツを吹きました。黒を吹いたわけではなくて、クロサフの上からいきなりっていう感じですね。ここに塗るのはクリアブルーではなくてマイカブルーを塗ります。ね、濃いでしょ、薄く塗るのがポイント。で、じゃあ赤い方はマイカレッド吹くの？マイカレッドではないんですよね。こっちは赤い方はクリアレッドを吹きます。まあキャンディー塗装というかこんな感じで吹きます。マイカレッドで吹くと、これはねプラム用のマイカレッドはなんかまたちょっと違う感じになるので、こっちはクリアレッド、赤い方はね、っていうような感じで、まあマイカブルーで塗るのもいいんじゃないですかという、そんだけのお話でした。以前の206WRC、プジョーのね、タミヤのプジョー 206WRC で、デカールがバキ、デカールじゃない、クリア層がバキバキになってしまった話をやったと思います。で、あの後に、まあいろいろとね、教えていただいている方がいらっしゃって、その方にこれなんで起きたんでしょうって話を聞いたんですよ。そしたら、乾燥が短かったんじゃないの？で、自分の場合、まあ、例えばデカールをね、貼るときに、アクリル溶剤を使ったりだとか、マークフィットを使ったりだとか、マークソフターみたいなのを使ったりだとかっていうことをしています。まあ、あれは中身アクリル溶剤ですよね。で、まあ、そういうのもあって、で、うん、そうかーっていうふうに思ってたんですけど、で、今回も、アクリル溶剤とかを使ってやったんですけど、ちょっと乾燥時間を短めにしてみました。これは、まあ、EX ホワイト、EX クリアまでは乾燥をしっかりさせておいて、で、その状態で、デカールを貼って、で、まあ、アクリル溶剤でいつものようにやって、今回乾燥機の中で試しに1時間ぐらいしか、乾燥させずにやってました。起きましたね。見えるかな？デカールはひび割れてないけど、クリア層がひび割れてるの分かります？ちなみにクリアを3回目ぐらい、EX クリアを3時間、じゃあ1時間おきに3回目ぐらい吹いたあたりで起き始めました。で、これ起きちゃうと、まあこれから一回ちょっと中研ぎしてみますけども、何やってももう無理です。経験上。ただ、今回はその、実際にじゃあどれぐらいの時間でなるかって、まあ、1時間乾燥機に置いとい、入れといてっていう風だったんですけど、アクリル溶剤をやって、まあやって、まあ貼って、それを1時間乾燥機の中に入れておいて、で、そこから1回、ラッパ溶剤、モデル、なんだっけあれ。あ、ガイアのブラシマスター。ブラシマスターを吹いて、で、1時間ぐらい置いて、で、その上からクリアを吹いてたんですよ。そしたら、クラックが入ってしまったと。だから結局、まあ、アクリル溶剤が多分悪さをしてるんじゃないかなっていうふうに思います。よいしょ。こういうのもね、やってみないことには、でもこれでまあ、一つ、その人に教えていただいたようなことが、実際に起きたので、また起きたので、ああ、今回のやつで、まあ、再現性ができたっていうことですよね。まあ、こういうのはやっぱり実際に経験してみないと何とも言えないことなので、まあ、ちょっとそういったこともあってね、やってみた感じになりますけども、というふうに強がってるだけです。ただ、まあ、実際にこうやってやってみて、
ああなるほどね、確かにこれは実際起きたなっていうことが分かったので、まあ、一つ経験になりましたね。自分はねいつもは中研ぎっていうのは基本的にしません。何中研ぎしてやってあげてもう結局またクリア吹いてっていう風にやるわけじゃないですか。じゃあ最初もう分厚く吹いちゃえばいいんじゃないっていう風に思うようになって、でそれでもう中研ぎってことは全然しなくなりました。で今回はこのルーフの部分しか研ぎません。今2000番の紙やすみがきを使ってます。段差を消していっています。段差じゃない、ガタガタを消してます。ガタガタ違う、バキバキを消しています。あ、ちょっとこれ削れちゃった。はい、クラックを消しました。見えるかな、映ってるかな。で消したでしょ、もう平滑になったって思うじゃないですか。この上からクリアを吹いていくとまたあのクラックが出てきます。多分もう完全にこう抜け切ってない状態でこう吹いちゃっても結局その中のこう残ってるクリア層の中に残ってるアクリル溶剤がずっとこう残り続けて揮発できなくなっちゃってる、揮発できなくなっちゃってるからもう何回やってもこうクリアがまた割れるんじゃないかなというふうに思います。多分ね経験上これ今なくなりましたけど、段差にはボコボコなくなりましたけども、これまた吹いたらね出てきます。でちなみによいしょ、このボンネット、これ今中研ぎも何もしてないですが、これは張ってから一晩置きました。要はアクリル溶剤とか使って密着させてから一晩置きました。一晩置いたもの、クリア層、クリア吹いてる回数は一緒です。クラック起きてないでしょ。ってことはやっぱり1時間ではダメ、プラス時間的なこう熱だけではなくて時間的にこう置いておく時間っていうのも必要なんだなっていうことをこう改めてね今回ね再現することができましたので、皆さんはしっかり時間を置いてゆっくり作りましょうね。合体手前まで来ました。キャンバーだいぶ起きてくれたので、でもまだちょっと左側のフロントキャンバーが寝すぎかな。舵取り角はこれぐらいでもいいと思います。グループ A の車両だしね。でも切れなさすぎじゃない？なんかあでもまあキャンバー起こしちゃったから仕方ないんだろうけど、キャンバーついてた理由ってこれが原因なのかな、わかんない。でボディなんですけど、まあとりあえず現状まあ組めるところをみたいな感じで組んでたんですけど、このねテールライトのこのトランクの脇のここのところ、トランク側の方ですね、ここ R が合ってないんですよ。ここの R が GTR だけにやかましいわ。であとねまあこう塗装かけ塗膜かけちゃったんですけど、このウインカーランプを入れる向きがね分かんない。形状的にちょっと斜めになってるんですよね。なんですけどどっちが外なのかとかっていうのが説明書だと右左しか書いてない、右左のその ZD の10と ZD の11としか書いてないんですよ。なんですけど斜めになってたりとかするんですよね。左右まあ上下は分かるんですけど、どっちがどっち、上下方向は分かるけどまあ長方形になってるんでね、なんですけどどっちが正解なのわからないっていう感じですね。で初めボンネットつけてからやった方がいいかなっていうふうに思ってつけてたんですけど、これがそのセメダインハイグレードの後なんですけど、それやっちゃうとフロントバンパーが入らないなっていうふうに思ったので、今回は後でつけることにしました。なとこかな。
まあウィンドウのねこの内側のところはかなり削ってたんで、ここに関しては特に気にせず入れることができました。テールランプのね丸っこいところ、ここに関しても円錐ヤスリやってたんで、それですんなり入ったかなっていうところですね。まあいろいろとつけなきゃいけないのが、こっからつけなきゃいけないのがねいっぱいあるので、まあいろいろとつけていきたいかなっていうふうに思います。なとこですかね。じゃあ、そうこれあのあとやっぱりクラックまた入ったんですけど、その後もう一回研ぎ出しました。だけど研ぎ出しする前に乾燥機の中に2日間ぐらい入れっぱなしにしておきました。なもうガッチガチにしてやろう、まあ2日でガッチガチになるかっていうと難しいところなんですけど、いつもだったら、研ぎ出しする前にはだいたい完全に研ぎ出しする前には1日ぐらい1日入れといてみたいな感じなんですけど、今回はねちょっと長めに2日間入れておいてっていう風ですね。まあよっぽど割れてこないかなっていう風に思うんですけど、ちょっと怖いっちゃ怖いところですね。さあじゃあね、あとは組んでいきたいと思いますが、細かい部品いっぱいあんな。やっていきます。はい、長谷川の日産スカイライン GTR1990 マカオギアレースウィーナー完成でーす。トレッド広げました。フロントはパルサーの GTIR についてくる、使わないね余剰のスペーサーを左右1枚ずつプラス、青島の極みスペーサーを1枚、でリアは、極みスペーサーを2枚かませてます。本当はフロントもう少し外に出したかったんですけど、ピンの長さ、ホイールから出てるピンの長さ的にね、ちょっとかかりが浅くなりすぎるかなっていうふうに思ったので、そこはやってません。あとは、キットの、ミラーベースの塗り分けは省略しました。あとはキットの説明書の指示通りっていう感じにしています。いや、スポイラーの塗り分けがね、あまりね、うまくいかなかったですね。綺麗にね。キャンバーもうちょっと起きるかなっていうふうに思ったんですけど、あんまり起きませんでしたね。ちょっとそれが悔しいかなっていうふうに思います。フロントはだいぶ起きてくれたんですけどね。リアがもうちょっと起こしたかったかなっていうところはあります。まあ最高発となっただけあって、いろいろと、ああ、なるほどねっていうところはありましたけれども、ツイッターの方でね、ちょっとツイートしましたけど、組みづらい。例えばフロントの牽引フック、バンパーをつける前につけてっていう風なんですけど、まあそういう風なんですけど、実写もねなんですけど、そこがね穴開け位置が悪かったかなっていう風に思ったりもしますけど、ちょっとうんっていうのと、あとフロントバンパーのグリルのねところから出ているエアジャッキのホースチャックのところがね、説明書だとバンパーつける前につけてからバンパーつけてっていう風なんですけど、この長谷川の3人ね、まあ、今回初めて組んだんですけども、フロントグリルの奥に1ギメかなんかなのかなーっていうね、押し出しピンと、押し出しピンなんだけど、それプラス、1ギメにするためっていう風に考えられたのかなっていう、出っ張りが4つ出ています。で、この4つの出っ張りがね、非常にちょっと、やるんだったら、本当は、今回4つとも生かしたまんま作りましたけど、外側一つずつ切り離した方が、スコッといけたかなっていうふうに思います。まあその分、接着剤をつけなくていいっていうメリットはあるかなっていうふうに思います。なんで、まあ、その辺がちょっと気になったかなっていう感じですけど、でも、ヘッドライトとかはね、でもね、ウィンカーの形状ね、パルサーの GTIR と同じでね、ちょっと違くないっていう、ハウジングの形状をしてるんですよね。まあ、違くなくないか。画像で検索して出てくる3人のね、コーナー。まあ自分3人乗ってたのももう20年近く前だし、17、18年前だし、もう乗ってたのもね、2、3ヶ月だったので、そんなね、いろいろとあれやこれや触ったわけではないので、もう全然覚えてないっていうところがあるんですけど、こうだった
ったかなーなんてことを思いながらちょっとやりましたね。なんで、でも一番ヘッドライトとかはいい感じの、そのなんて言ったらいいかな、その何レンズ、あのレンズのヘッドライトインナーの感じになってます。ちなみにプロジェクター周りは、今回ねそのままの裏からね銀を打っただけだとそれっぽい感じじゃないので、ちょっと一手間加えてます。でもその一手間は内緒、ふふふふふという感じです。あとはまあこんな感じですかね。キャンバー、リアをもうちょっと起こしたかったかななんてことも思います。ただこの足使って、でまあノーマルのねキットとこの足を合わせて、でストレッチタイヤとか合わせてあげたら結構面白いことができるのかなとか、あの舵取りはほとんどできないんですけど、ただ今までのその3人じゃないわ、長谷川のキットと違って、これはだいぶまあタイヤ自体がね、実車のタイヤ自体が太くなってるからだと思うんですけど、かなり奥行き余裕があります。なのでちょっと待ってね、今までのやつだとねもう全然パツパツで入んないっていう風でしたけど、これは結構フェンダーの中にね余裕があるので、まあかといってねピンタイプのホイール、じゃあいいやつあるかって言われると、自分がやるんだったらタミヤの33の GTR の純正ホイール持ってくるとか、そういう感じしたりしたら面白いかななんて思いながら、でそれにストレッチタイヤとか合わせてあげれば結構いい感じで決まるんじゃないかなというふうに思います。で今度年明けだったかな、年末だったかな、ちょっとどっちか覚えてないですけど、インタークーラー、ニスモインタークーラー付きとかって出るでしょう。でそれになんかそのパーツをいろいろ選択して自分好みにみたいなことが書いてあったんですけど、であくまで予想ですよ、予想であってそういう風になるとは限らないですけど、例えばバンパーがニスモのバンパー、ニスモダクトが付いてるバンパーとノーマルのバンパーが付いてきたりだとか、あとはこの足回りが付いてきたりだとか、そういう風になったりするのかなかななんてことも思ったりとかしてるので、まあそういうのが出るんであれば、例えばそういう、まあ最近だとみんなキャンバーつけるの好きじゃないですか。で結構これあのキットの標準だとかなりキャンバーつけられる、ついてるキットなので、まあそういう風に仕上げてみたりするのも面白いのかもしれないななんてことを思いながら、とりあえずはこんな感じで組み上げてみました。というわけでね、今回は長谷川のねスカイライン GTR1990、カオギアレースウィナーでした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。